サイル通過、ミサイル通過。韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が日本時間の今日午前5時57分ごろ、首都平壌の付近から日本海に向けて何らかの飛翔体を発射したと発表しました。我が国を飛び越えるミサイル発射という暴挙は、これまでにない深刻かつ重大な脅威であり、地域の平和と安全を著しく損なうものであり、断固たる抗議を北朝鮮に対して行いました。屋外では頑丈な建物や地下に避難を。逃げてくださいと言われても、どこの方向に逃げていいのかもよく分からず、はい、まあ、どうしたものかなと思いました。